私たちは情熱を基準で選択するが、実はなかなかできていないと思うんですよね。情熱選択じゃなくて不安からの選択、自分の不安を消したいからこの選択、不安だからこれをしたいになっちゃってる人の方が実はめちゃくちゃ多いと思うんですよね。だよ。はい。今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日もですね、大人気のあの方にお越しいただきました。ようこその名前がわかんないです。はい、宮益ゆきです。はい、よろしくお願いします。もう改めて通例ですが、今回のツアーはいかがでしたでしょうか？楽しかったです。はい、楽しかったに。ダブルゆき先生で、今回はダブルゆき先生で、はい、ゆき先生、なんか印象に残ってる場所とかありますか？今回、はいはい、全部ね、はい、雨でしたよね。あ、オール雨でした。いつも晴れてるんだけど、そう、それも意味があってのことだったみたいで、はいはい、今日嘘みたいに晴れてね。嘘みたい。そうですね、今日はもう最高の天気ですね。ピーカンですね、いっぱい今回もありましたよね。いっぱい回りました。私は30年ぐらい前に出雲来て、はいはいはい、でその時に出雲大社より好きなちっちゃい神社があって、はいはいはい、今回そこに行けたのが嬉しかったんですね。はい、その場所も30年ぶりに行ったんですか？そうなんですよ。そうなんですね。はい、熊野大社、あそこが私日本一ぐらい好きで。あ、本当ですか？そこに行けたのがすごく嬉しかったですね。何番目に行ったところですか？1日目の最後から2番目ぐらいですね。すごい記憶力ですね。はい、最後が賀茂須神社だったので、どこも古い良い、いい神社でしたね。神社で良かったですね。なんで好きなんですか、その熊野大社が？何十年か前に行った時、はい、はいはいはい、あのね、お参りした時に雷が鳴ってザーザー雨が降って虹が出て、すごい不思議な空間でお参りをさせていただきまして、なんかあの時のすごいお参りした時の気持ちいいこう空気感が忘れられなくて、いまだにナンバーワン好きな神社ですね。ずっと行きたいな行きたいなと思ってたところに。そうなんですよ。まさか国王様っていう人が、うん、コーディネーターね、はい、全部ツアーのプロデューサー、はい、国王セレクトでそこを入れていただいてて、うん、最高でございました。あんまり行かないですよね、皆さんね。はい、どうですか、熊野大社。ああ、結構後ろの方がいるね。マニアックな神社好きさんが多いのかしら。あとは出雲大社の後ろにあるお宮が私もすごい好き。スサノオさんのようですね。はい、あそこにみんなでお参りできたし、なんか国王様のセレクトって普段みんな行かないようなところを連れてってくださるので、その後行った命の神様みたいな、そうですね、出雲大社の隣の命の神様だっけ、神結びの神様なんとかっていう神社が大社から少し歩いてね、ありました、あるんですよね。はい、100m、200m。あそこもなんかすごい、ね。あ、よかったですね。うん、よかったし。その木がすごかったですね。あ、すごかった、はい。なんかちょっと今までとは色が違うツアーっていうか、趣、はい、うんうん、深いいい旅だったなと思いましたね。あ、そうなんですね。はい、ただいまより公演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。ハリーだよ。大王、僕たちいろんなとこに行くんですよ。行きますね。3月6日、日本武道館。日本武道館。3月10日、東京で再先生たち。東京で再先生。はい。3月27日、出雲。出雲。3月30日、千葉アガスティア。4月7、8で大阪。大阪2 days。そして4月13で宮崎。宮崎。そして翌14日は鹿児島。鹿児島。ぜひ遊びに来てください。遊びに来てね。ありがとうございます。今回うちのスタッフのね、渋沢がハイジャック犯として、はい、大変でしたね。はい、そうですね。あれはね、はい、喋りたいけど喋れないからもう。そうですね。オンラインサロンのコンテンツ見てほしいと思うんですけど、だからそうやって結構不運に
突如見舞われる人の潜在意識ってなんか、でも、はい、なんか、はい、普通では起きないようなことが起きないですね。なんか彼は、はい、ミスターフーだよ。珍しいですよ、ね、珍しいタイプだね、はい、珍しいタイプ、不幸しかやってこないんですよ。いや、僕本当に心から幸せになってほしいんですけどでもこの面白さがなくなると思うとちょっと不幸でいてほしいみたいな感じがありますね。羽田空港でね、はい、おまわりさんと一緒にトイレ行く人見たことないそうですよ、一回行ってみたいですよね行きたくないな行きたくないですね何でしょうかね、こういったなんかそういうものを引き寄せてしまうというのは何かあるんですかね、はい、でもなんか楽しんでません？あー、なるほど、ね、その状態を楽しいですよね。いや、こっちは楽しいですよ本人的に楽しいのかどうか分かんないですけどね、うん、何があっても私はいいと思うんですよね、はい、うんうん、ただ若いうちってアップダウンをまた楽しめるし、うん、それが成長になるし、うんうんうん、いいと思うんですよ、うんうん、なんか大成功してどん底に落ちて這い上がってっていうドラマも全然いいと思うんですけど、なんかそれ60代70代ってなってきたらしんどくなってくると思うんですよね、はい、相当しんどいですよ ね。だからだんだん人ってこういう激しいアップダウンから少しずつこう緩やかな感じになりつつ、こう少しずつ人生がバージョンアップしていくのが人としては自然で理想だと思うんですよね。だけどあまりにも年がいってからもこれがあんまりあるとしんどくなっちゃうので、そういう場合は潜在意識のなんで自分でこれを作り出しちゃうのかなっていうところを自分で気づけば、みんなこうじゃなく緩やかに上がっていく人生作れるので、はいはいはい、考え方としては、はい、顕在意識的にはこんなアップダウン嫌だよって思ってると思うけど、潜在意識的にはこのアップダウンが最高って思っちゃってる、うん、わけですよね、うん、しんどいけど面白いじゃないですか、うんうんうん、ネタになるしよく なってますね、ね、実際に、ね、ネタになるし、はい、経験って一番大事な財産だと思うので、うん、だからどっかで楽しんじゃってたり、うんうん、俳優、うん、女優になってる気持ちになったり、波乱万丈、そうですね、だからドラマですね、そういう表も向きの自分はこんなの来てほしくない、はい、だけど潜在意識の心の深い部分ではそれを求めているっていうことに気づいて、それがどんな思いなのかなっていうことさえ自覚できれば、もうそれはそろそろいいよねとかってこう自分と相談して選択をし直す、それができれば誰でもだんだん緩やかになってくると思います。そうなんですね、はい、エンタメとしてなんかそのアップダウン楽しめたら最高だと思うんですけど、そうですね、恐怖発信の選択というか、はいはい、本来選択したい、ま、ワクワクして選択する感じじゃなくて、うんうん、恐怖で選択したものがアップダウンを作り出したみたいな、ロサンゼルスに一緒にみんなでバシャールですね、バシャールさんって、はい、宇宙存在さんからの、 あのメッセージをいろいろ今回みんな5分ぐらいね、はいはい、質問する時間があって、その時に私も聞いたんですけれど、うん、多くの人が、うん、バシャールさんがいつも言うことは自分の情熱が向くこと、うん、情熱に従って何でも選択していきなっていうふうにね、うん、言ってるんだけど、だけど私たちは情熱を基準で選択するが、うん、実はなかなかできていないと思うんですよね、うんうんうん、情熱選択じゃなくて不安からの選択、うんうん、自分の不安を消したいからこの選択、あ、だから不安だから保険に入るとか、あ、不安だから仕事に就くとか、はい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 、不安だからお金を貯めるとか、はい、何でも元になってる思いが、はい、不安だからこれをしたいになっちゃってる人の方が実はめちゃくちゃ多いと思うんですよね。だからそうすると、例えば不安だからお金を貯める、うんうんうん、でお金貯まりました、だけど絶対その先に起こることって不安なことなんですよ ね。だから今一度、はい、その自分のやりたいことが情熱からじゃなくて、はいはいはい、不安からやりたいになっちゃってないかな、なっちゃってると、うんうんうん、その先に本当のハッピーはやってこない、うんうんうん、
それは大事かなと。いや本当そうですよね、はいはい、不安発信でセミナーとかに参加して、うん、あそうだよね、でその結果詐欺になったりだとか、はい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 、よくあるよね、はい、これスタッフの、はい、AS さんという方がですね AS さん、はい、S さんですね、渋沢という名前、はい、これもそれで120万円やられてますね。お金どうにかしないとと思ってよりまんまならない状況にぜひですね、選択するときにこれは楽しんで選択してるのか、それとも今の状況どうにかしたいっていう恐怖の発信で、選択してるのか、見ていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜庭地域ファンクラブ夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の市場がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことが言えるのはオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。